ピッチ湖の一ピッチ湖のアスファルトピッチ湖は、トリニダードトバゴのトリニダード島、ラブレアにある、世界最大の天然アスファルト湖である。広さが40ヘクタール、深さ75メートルである。1595年に、イギリスのウォルター・ローリー卿が発見した。卿はアスファルトを船のコーキング材として使った。ピッチは、 天然アスファルトのうち比較的個体に近いものを指し、混同して使われるタールという言葉は、比較的流動性が高いものを指す。いずれも石油が変化したもので、石炭管流で得られる、コールタールとは異なる。湖の船員は、地質学的に、深部の断層を通って地表に現れた石油の、形質分が蒸発し、重いアスファルトが残ったと説明される。原住民の伝説では、 戦いに勝った部族が先祖の精神が宿るハチドリを食べてしまったことで神が怒り地面から汚いピッチを紛失させ村を飲み込ませたという湖から発見されたマンモスなど戦士時代の動物以外は巨大な怠け者の牙と考えられていたタールピットとも呼ばれる池は世界各地にあり米国カリフォルニア州のラブレアとマッキトリック同サンタバーバラのカーピンテリア ベネズエラのグアノココとベルムデスコ、イラクのヒートとアブジルなど、化石の保存に適しており、米国テキサス、ペルー、イラン、ロシア、ポーランドにも知られる。いずれも石油の産出地に近い。ありがとうございます。